ソムリエ。このコーナーでは私月森ねねが演じたシチュエーションが何だったのかを南川さんに当ててもらいます。はい、ではいきます。どうぞ。いいわよ、ここにゆっくりとはめてね。はめる？なんだ、うわめちゃくちゃいっぱいあるやん。ここにゆっくりとはめてね。はい、でもちょっとお姉さん口調やったよね。だからまあ設定としては保健の先生なんかな。で保健の先生がさ、ちょっと怪我した高校生、うん、まあ中学生でも高校生かな、うん、大勢の男の子はちょっと保健の先生が好きでさ、でなんか保健の先生もちょっと自分の私生活いろいろあってなんかちょっと悩んでる時にちょっと可愛いのよ、自分の初恋の男の子に、初恋のね、子供の頃の初恋の男の子に似ててね、ちょっとダブっちゃって、ちょっとなんか胸元はだけてる時になんかエッチなちょっとムラムラしてる男子生徒を見て保健の先生がちょっとリードしながら保健のベッドでね、5時間目ね、みんなが勉強してる中ね、ちょっと暖房も効かせながらね、カーテンも閉めて、先生誰か来ちゃうよ、誰か来ちゃうよ、来たらどうすんだよとか、ここにゆっくり、どうしてるか分かんない、俺初めてなんだみたいな、で、いいわよここにゆっくりとはめてね、うん、ぴったりや。南川さん、ちょっと今年はちょっと我々でちょっと同人誌作りましょう。南川さん原作で、ね、どう違います。違うの、残念。何なの。では正解発表します。お願いします。正解はジグソーパズルの最後の1ピースをはめたがる息子に、いいわよここにゆっくりとはめてねと母親の優しい一言でした。いやもう何なんそれ。何じゃあ分かった、じゃあ俺は子供やるから、はい、ねねちゃん お母さんやってな、はい、はい、どうしたらいいんだろう、これがこうでこれがこうで、うん、あと3ピースだ、こっちがこうでしょ、そで、ね、そこにで、この2つ目がこうで、あ、そう、あ、最後だこれだ、うん、はい、じゃあいいわよ、え、ここにゆっくりとはめてね。まあ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 言うかもな、言うかもしれんけど、ちょっとエロさが抜けてませんでした。ちょっと油断してました。ちょっと保健室よかったなって、ちょっとそっちの言葉書かれて、保健室の言葉書かれてた、俺の設定でエロい気持ちだったんですか。なんだいいよな、悪くないよな、ド変態じゃないですか。先生役は CV 誰かなとか、あーなるほどね、考えてたそういう感じで勝ってて考えてた。お金の匂いがしますよ、南川さん。お金の匂い、いや保健室がいくらでもあるから、いくらでもある設定やから、それは。なるほど、今回はパズルな、はい、なるほど、ジグソーパズルでございましたよ。パズルやったが、はい、それでは今週も始めていきましょう。ボイズハート放送局、おなっほー、月森ねねです。トイズリは南川でございます。芸人と声優が大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきます。はい、はい、もう2月の25でございます。もう2月終わっちゃいますね。3月に入っちゃうということです、うんうん、早い、ちょっと早すぎるって、もうちょっと待ってくれよって感じの時の速さを感じますけども、はい、皆さんはいかがいいオナニーをお過ごしですか、うん、ねえ、年玉がなんかの、まあまあお年玉皆さんもあげる立場かな、大体はもらう立場の人は聞いてないよね、おそらくあまりいらっしゃらないんじゃないかな。でもこうお年玉とかを、はい、今年は誰かにあげた。いや誰にもあげてないし、もらってもない、もらってもいない。うわちょっと寂しいね、それは。全然もういないで、甥っ子めいっ子とか、あ、甥っ子とか一切いないですよ。月森家、月森、ああなるほどね。月森家めっちゃ狭いんで。狭いから。俺の家もだから、はい、姉の子供にあげたんやけど、帰省できてなかったんで、はい、だまだあげれてないなという状態ではありますけれども、これからですね。これからちょっと頑張っていかなかなというところではありますけれども、はい、2月はお年玉とかで新年の出費の影響で財布が厳しい時期やねんて。なるほど。2月でも芸人的にも仕事がないねん。あ、そうなんですね。なんか分からないけどないって毎年毎年言われてる、なんかない時期みたいな感じで、2月はそういう感じなので、はい、どういったところになるのかという感じでございますけれども、はい、節約を兼ねてね、オナホをしていければいいんじゃないかなと。そうですね。そうトイズハートのオナホールは何回も使いますから、何回も使えるわけだからね。一回何回も行った風俗とか行ったらさ、はい、もう何万も飛んでいくわけでしょ。これをですね、もうこの人オナホ貯金していっていただければ、うんうん、ね、大丈夫でございますので、ぜひぜひご活用くださいということでございますね。ちなみに南川さんは、あんまりお金使うイメージが、お洋服とかは買うと思うんですけど、分かって
生だった頃なんか節約でこれしてたとかもありますか？僕はね、はい、基本的に節約大好きで、まあ、まず1日に何、はい、もう数百円で抑えたわけよ、うんうん、でそうなるとやっぱ朝何回も行ったと思うんやけど、でっかいおにぎり持って行って、であのお味噌汁、うん、お味噌汁の水筒とか持ってたからそれ入れて、お昼はそれで、基本的に電車乗れへんからバイクなんで、うんうん、すごい燃費いいバイク乗ってて、それでこうお昼700円で、交通費かかったものを全部貯金するの。それを貯金するっていうかちょっとメモっとくの、うん、で毎月毎月それを換算して、あ、今日今月は5万ぐらい節約できたなみたいなことをして、タバコももちろん吸わへんから、そういうようなことをしてます。めっちゃ豆めっちゃ豆めっちゃ豆バイト中にずっと計算してるんですよ一切バイトせずにずっと計算して、おわ今月5万浮いたみたいなちょっと嬉しいなみたいな。本当に小さい人間です。私は小さい人間でございます。積み重ねがね、はい、大事ですから、はい、よろしくお願いします。はい、そして番組の実況や感想ハッシュタグトイズハート放送局でぜひお待ちしています、はい、それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして月森ねねです。南川でございます。南川さん、はい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 、お笑いのショーレースがなんか今年また一つ増えると。ああ、そうね、ちゃんといわゆるテレビで放映される、はい、漫才のショーレースですよね、はい、ザ・セカンドですね、はい、これが結成16年以上の漫才師のショーレースなんですよ。ほうほうほう。でも結構やっぱり M1 がもともと10年未満で、うん、で、ちょっとこういろいろザ・漫才の時があったから、うん、15年以上になって15年以下になって、で結局出れない人が多数出てきて、でね、もともとね、あれ、あのしんすけさんが、もうなんていうの、 M1 ね、10年未満で1回戦もで落ちるようなやつはみんなもうやめたらいいっていうちょっとコンセプトのものでね、 M1 というのが始まったという、夢をみんな追いすぎてるみたいなところで始まったんですけれども、結局、まあ16年でみんな漫才で、もちろんそのお仕事もあるし、いろいろ仕事もしてるけれども、まあショーというところのショーは、まあ、決勝とかも出てるけど優勝とかしてない人とか多数いてて、それの危惧した、まあ、テレビ局の人が作ったのかもしれないですけどね。これでもね、結成16年以上でユニットダメなんですよ。ユニットダメなんですよ。ってことは限られてるんですよ、やっぱり。そうですね。で、大体みんなも名前がある。それこそ何やろ、まあ最近で言うとランジャタイもそうやし、はい、まあカモエンタルさんもそうやし、出るって言ってありましたし、それこそ吉本でやったらもうトータルテンボスさんとか、ジャルジャルとか、もうそういうところも、まあ、いっぱいいるのよ。確かに。みんな実力者でね。優勝してないね、そう16年以上の。だから僕らがコンビを解散してなかったら、はい、出てたかもしれませんけどね。だから M1 ぐらい、どうなんやろうな。なんか盛り上がればね、いいですけどね。盛り上がれば。ね、第1回をきっかけに。第1回きっかけまで。やっぱ M1 ってさ、ちょっともう、ちょっと規格外になりすぎてるやんか。もう風物詩やし、まあ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 、でやっぱり毎年毎年やっぱ新しい新陳代謝もあって、ちょっとすごいやんか。で夢ってか、ちょっとある種夢、うんうんうん、みんなちょっとこう涙もありながらみたいな感じで見れるんですけど、16年以上ってなるとやっぱだんだん、やっぱりその芸人としての芸歴も重ねてるから、ある種すごい悪い言い方したら擦れてるというか、擦れてる部分があるから、それがどういう風に映るのかなみたいなところはあるかもしれませんけど、僕が出場できる状態だったらもちろん出てますけど、出場できませんからね。相方さんが、そう、相方はもういないから、そういないから基本的に、まあ、ピンのとかのやつがあったらピンもできないから、 R1 とか出れないから、だから結局僕みたいなもんは賞レースとは全く無縁な人間になってしまったんですよ、うん、でコンビを10年以上やってて解散した人は、正直覚悟を持って芸人やらないと、だって世に出ていく術が、うんうん、大体みんな賞レースを考えるんですけど、賞、まあまあ、レース M1 とかね、うん、R1 とかを考えるわけやけど、うん、でももうないから、ってなるとどうやって世に出ていけばいいんやろうみたいな、 M1 があった時よりも前の、時代でやってるみたいなルールでやってるみたいな感じでも、もともとそうやってなって、まあまあね、いう気持ちもありながら、どうしていくかみたいな。だから結構何でもありの戦いになってくる。ルールがないやん俺らなんか。
事務所の悪口言おうが、うん、ね、なんかいろいろ殴られて痛くないって言い張ろうが、うん、どんなことでも言い許される世界なんやから、うん、だから何でもありで行くしかないですよね、というところでございますけれども、まあ賞レースってどうなん、やっぱ芸人からするとこうやけど、やっぱ一般の人から見るとだって一般の人っていうかさ、ねねちゃんはさ芸人じゃないわけやん、はい、まあ、声優さんやから、まあね、お笑いの賞レースってなると何が一番やっぱりある、やっぱ M1 やろ、やっぱ M1 ですね。そうやんな、 M1 以外何見る？ M1 以外は実は見なくってあんまり。そうやろ、はい、多分俺現実そうやと思うねん。でキングオブコントってあるんだけど、はい、あります。あれは見たことある？まあ見たことはあります。見たことはある、でも毎年見てないよね。そうですね。去年誰が優勝した？そうやろ、優勝したことある人3組挙げて。あの空気階段、階段あれカモメンタルの2人って優勝してますよね、うん、あれあと1組誰？空気階段カモメンタル誰？ごめんなさい。とんでもない、とんでもない。いや、そういうもんなのよ。まあ、去年はビスケットブラザーズやねん。で、1回目が、バッファロー五郎さん。ね、そういう、まあ、東京でおさんさんとか、まあ、いろいろいっぱいいんねんけど、まあ、一番はバイキングさん。バイキングさんとか、ハネドすごかったわけで。なんか、M1 だと結構、パッと3組。去年誰が優勝した？去年は、あれちょっと待って。あれです。あのミルクボーイじゃなくて。ミルクボーイじゃなくて？あの悪口言う人たち。ウエストランド。そう、ウエストランド。ああ、間違ってないよ。間違ってないよ。でもそうなのね。はい、じゃあ、去年やろ？一昨年は？一昨年は錦鯉。ああ、そう。錦鯉好きなんです。ああ、そうなんや。錦鯉さんポンと出てきました。で、ミルクボーイさんとか、まあそういうことなの。第1回は？第1回は、あれです。あの、ご兄弟の。あちょっと名前がこの間見たんですけどね、ニューネクストで昔の見てたんだけど、ね、R1、うん、去年優勝したの誰ですか？ あれ新一さん。そう、お見送り芸人。新一はすごい頑張ったんですよね。その前わかんない。そうなるんですよね。なんかどこかの回でサイダーさんがあのファイナリストに、ファイナリストそういらっしゃったのは知ってますけど、 W、ザ・ W。 去年誰が優勝した？誰ですか？わからない。天才ピアニストなんですよ。うん、天才、わからないですよ。上沼恵美子さんのモノマネしてある天才ピアニスト。ほう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 。その前は、いや全然伝われば、小田上田さんなんですよ。だからこれがね、いや本当ごめんなさい、一緒に、ね、お笑い芸人の方とお仕事してるのに、これはねリアルこうなのよ。で芸人でもキングオブコントって去年誰優勝したっけってなんのよ。決勝全員言えるって言えないのよ。全員はちょっと芸人でもね、これとこれと誰やったっけって多分こうなラスト 3,4 組出てこないとか全然ザラにあるから、それは全然謝ることじゃないんだけど、でもそういうものなんだよっていうことを芸人の中にいると意外と気づかなかったりするんですよ。意外とみんな見てないでっていう、それをあのコンビを10年以上で解散したピン芸人は認識 してからネタを作らないといけないなって思うのが私のリアルな持論です。またこれあれですよ、なんか、ま、ニュースサイトかなんか切り取られちゃう、ね、最近取れたと切り取る、いや南川がこういう発言をしたみたいな、全然、ね、発言って別にだって悪いこと言ってないもんね。でも作家やってはるから分かると思う。間違ってないよね、そういう一理あるよね。その全部合ってるとは言わへんけど一理あるよね。そういうような気持ちも、まあ、あるという方やからどういうのか、ね、ちょっとこれちょっと第1回なんで ちゃんと見たいと思います。第1回なんでちょっと見たい。まあ第1回で優勝するってちょっと意味あるからね。そうですね、ザ・セカンドどうなるか、その方向性が決まるから、優勝した方たちの動向とかも動向も決まるし、でいっぱいおるからほんまに、まあ、囲碁将棋さんとかねめっちゃおもろいからね、うん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 、これどういう風になるのかなみたいなところはありますから、はい、俺も正直めっちゃ見たい。見たい。めっちゃ、M1 よりちょっと楽しみかも。あ、本当ですか？うん。だってやっぱり俺、うん、やっぱ臨場感がある。やっぱ、だって世代が近いから。あー、うん、そっか、うん。そうですよね。うわ、この人がスターなるんやっていう、なるのかというところでございますからね。はい。いや、楽しみでございます。やっぱ賞レースはね、うん、楽しみでございます。はい。うん、メールは、メール来ますか？はい、うん、じゃあ。メール行きますよ。じゃあちょっとサクッとメール行きますね。はい、私行きます。はい、ラジオネームゆうやさんね。ありがとうございます。月森さん、南川さん、おなほー。うさぎ年ですし、バニーのお姉さんとエッチなことがしたいです。いいですね。バカですね。いいですね。今年はバニーコスを着てもらうのを目標にしたいと思っています。はい、で今年はバニーコスを着てもらうのを目標にしたいと思ってます。誰に？彼女かな？奥様とかね。お二人は着てもらいたいコスプレってありますか？ないんだよな、俺コスプレは。
ら、ないんですか？俺ないね。だから例えばさ、あのよく言うやん、看護師とか、はい、女医とか、うん、他に何がある？まあそれこそバニーガールもそうですし、バドガールとか、バドガールとかもある、メイドとかもあるけど、やっぱメイドとかも、まあ嫌いじゃないけど、その別に好きじゃないっていうか、そんなうわ興奮するとかないけど、俺マジで興奮するっつったら、俺多分何回か言ったと思うんやけど、そのヤンキーの女の人のスウェット。ヤンキー、まあ、素材がまずヤンキーじゃないと思って。俺もうマジでスウェットの色白の金髪の女の子が、めっちゃでっかいダボっとしたスウェット着てて、キティちゃんの、スリッパーか履いてる。俺一切絡んだことないんだよ、そんな人と。はい、でも、めっちゃいい。やりたい。え、奥様にやってもらうっていうのはどうなんですか？金髪はね、ちょっと髪、ね、今何色かちょっとわからないですけど。奥さんにやってもらうのもね。だってね、奥さんも。いやでもね、これね、結局ね、その、うん、結局そう言ってるけど、実際やるかって言ったらやらないんですよ。あ、やっぱ遠くから見てるのがいいっていうか。なるほど。そう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 。でもなんか、うわ、なんか、小中学生ぐらいのヤンキーを見てるみたいで、あの時の淡い気持ちとかエロい気持ちが湧き出てくるみたいな。うん、いやこれ絶対男分かると思うねんな。分からん？いや、例えばね、じゃあさ、はい、学生時代に、はい、まあ、ある種すごい、はい、使われた言葉であるけど、スクール階層っていうのがあったとしてさ、うん、上にランクしてる、ま、学校には違うと思うけど、ヤンキーなのか、もしくはその運動とかバンバンできてる方が上なのか、どっちやったの？あと中学の時は記憶がないんですって、わかんないですけど、記憶ない、怖いわ、記憶ない、怖い。高校の時はでもなんかうちのクラス結構いろんなタイプのギャルから、うん、まあ、我のような陰キャまで、うん、幅広くいて、でもやっぱり、うん、いわゆる陽キャとかちょっとギャル寄りの人がやっぱ、ギャル寄りの人はまあちょっと上の方やったんか、はい、で男やったらどう？男でゴリゴリのヤンキーとかいた？ゴリゴリのヤンキーいなかったんですけど、なんか音楽やってる人がいて、音楽やってる人がやっぱなんか仕切ってくれてるって感じ。だからそういう憧れのさ、もちろんその人じゃないかったとしても、好きな人がそういうファッションやったとして、はい、ちょっと今となっては、あ、なんかそういうファッションしてるのちょっと淡いな、ちょっとあの時の気持ち思い出すなみたいなのない？はあ、思い出がちょっとない。高校の時脳感情できてたの？いや、中学はマジで記憶なくて。記憶ない。なんで？俺中学の記憶だけでやってるから。か高校がね、男子校でしたっけ？中高だけの記憶だけで、性的な記憶だけでやってるような気もするね。そういう目で見てなかったかもしれないですね、その当時の。コスプレだ、これだから。でもこれほんま毎回これしかないねんな。他でも用意しとかなあかんな。ね、スポーツのあれもないもんな。水着とか言われても、スクール水着とか言われても、なんか別に、ああ、スクール水着ねとかなってしまうというか。エロさを感じませんか？エロさを感じ、あんまり感じない。なんかでっかいオーバーオールとかの方が感じるかも。ああ、でもなんかその方が逆にいいかもしれないですね。ああ、でっかい。結構アメカジとかね。当時俺アメカジだったから、鈴木ランランさんとか。アメカジ来たんだよ。で、ピチティにさ、ちょっとジーパンみたいな、でっかいものジーパンみたいなさ、あ、オランナちょっともしかしたらいいかも。あと、俺意外とシノラーとか好きやったから。シノラー好きやったから、意外とシノラーのことちょっとエッチな目で見てた部分あんのよ、俺。そっちの方がやっぱセクシーさ、うん。でもフワちゃんじゃないね。やっぱシノラーやね。ちょっと違います。似てるようでやってたら違いますよね。フワちゃんフワちゃんいいやろうけど、やっぱちょっとシノラーは全然違うね。全然違う、ね。こだわりがあんねんな。はい。シノラーちゃんね。だよ。ということで、今回の紹介は以上でございます。はい、引き続き皆さんからのお便りの投稿待ちしています。ボイズハート放送局、夜の場所。このコーナーはソロライフあるあるを575にしたためて送ってもらうコーナーです。殿堂入り作品にはトイズハートグッズに私たちのサインを書いてプレゼントしますよ。はい、はい、それでは投稿を紹介していきましょう。じゃあ私行かせてください、ね。はい、いきますね、ラジオネーム2階からおなつゆさん。はい、ありがとうございます。休日にドリンク飲んで G をする。今日は限界までするぞと意気込んで精力剤を購入。結果誤解することができました。すごいね。休日にやっぱドリンク飲んで G するってもうほんまになかなかよ。いやすごいよ、もう休め、すごいですね。はい、ありがとうございます。では続きましてお名前ピチョンさんからいただきました。ピチョンさんね、ついでだし
おなつゆ一緒に買っとこう。あーいいね。おなほを買うついでに、そういえばおなつゆ残ってたっけと思い購入。そういう時に限っておなつゆは丸々残っていたりします。はいはいはい、我が家には4本おなつゆのストックがあります。いやいや、まあ何個あっても ね困りませんから。そうそう、おなつゆはもう何個あってもいいですからね。バンバン買っちゃってください。いいですよ。はい、そして私に行きます。ラジオネーム恋口さんですね。はい、再生紙、俺のエロ本あるのかな。先日古本回収で大量のエロ本を出しました。いつかは再生紙としてトイレットペーパーになり、オナニー後の処理に使われるのかもしれないと思うと、なんか考え深くなりました。リンネ転生ね。リンネ、リンネ、リンネやろ。エロ本のリンネな。また来世ね。また来世いい感じであなたの精子を取りますというトイレットペーパーになるのかな。ちゃうかな。確かに考え深いな。考える考える、宇宙を考えるよね。宇宙壮大なテーマですね。はいはいはい、続きましてお名前、いちごカーブさんからいただきました。はい、VR キスをされてもわからない。南川さん、月森さん、こんにちは。私恥ずかしながら童貞なのですが、一人で部屋で一人で VR を楽しんでいると、女優さんにキスしようかと言われて口を突き出しても何も感じません。実際にお相手がいてキスをしたことがあると分かるのだろうかと思いながら、キスパートを楽しんでいます。ちなみにベロ中心は発音を良くする下の運動だと思っています。23歳ね。いやでもさ、逆にさ、はい、VR しててさ、キスされた瞬間にキスの感触あったらめっちゃ怖ない？まあ確かに。今の誰みたいな感じで。そういうより何か驚きの方が。そういうサービスあってもいいよね。あー、なんかないですか、そういう風俗店で VR を利用したみたいな。いやでも怖いか、怖いよな。まあまあまあ、怖いよね。なんかさ、よくさ、インスタとかでさ、はい、なんか動画で見るんやけどさ、海外の人がさ、うん、居眠りしててさ、友達がその居眠りしてる、はい、口にな、うん、ソーセージをこうビューってつけるのよ、寝てる人に。でビューって起きるやん。で起きた瞬間にそのソーセージ隠して自分のズボンをこうやってバーって吐き直すのよ。へー、わかる？吐き直すってことはつまりこいつはソーセージなんやけど、その起きたやつからすると、こいつ今チンチンつけたかみたいな気持ちになるみたいな。いたずらってことですね。いたずらみたいな感じになるみたいな。それのいたずら、恐怖恐怖。やっぱりちょっとさ、度が過ぎてるよな。そうです、それは怒っちゃいますね。まあまあまあ、そういうようなことだよね。まあ、そういうのもあったらいいんじゃないでしょうか。風俗業界の皆さん、私が、もしよかったらビジネスモデルにしていただけたらなと思います。はい、はい、じゃあ南川さん、私ですね、はい、いきます。ラジオネームはるぴさん、はい、数の子にチンチン入れたらいいのかな。いいのかなじゃないんですよ。名器は数の子天井やミミズ千匹と言われていますけれども、実際に数の子にチンチンこすりつけたら気持ちいいのかなとお正月にふと思ってしまいました。さすがにもったいなくてできません。数の子天井オナホ楽しみです。あでもやっぱり数の子天井って言うけれども、はい、実際に数の子やったら多分痛いんじゃないかな。痛さがあると硬さがにありますからね。カチカチやもんな、あれな。いくら塩抜きしてるとはいえね。塩抜きだから、はい、確かに、まあ、いやブツブツみたいなことでしょ。でもそれは多分実際あると思うんですよね。トイザードの商品とかでもね。そうですね、いろいろ出てるのであると思いますからね。ぜひお好みの商品で数の子お願いいたします。楽しんでください。じゃあお名前、リンスさんからいただきました。エロおかず、2時間探して2分行き。あ、まあ、あるあるやな。ネットでおかず写真を探して2時間ほどネットサーフィン、これはと思う1枚を見つけてプレイ開始。2分で果ててしまいましたが、この2時間のワクワク感はプライスレスです。まあまあそうなんやけど、写真でやってんの？この方はその写真でやっちゃう派みたいです。写真派なんや、すごいね。いろんなタイプの方いますよね。なんか、例えば音声だけだとちょっとね、いけないって人とか。音声作品あのドラマ CD みたいな、シチュエーションボイスか。あ、それで行く人もいれば、やっぱ絵とかがないとちょっとっていう人もいるし、二次元が好きだけど、まあ、三次元 AV 苦手な人っていない。いや、いるんじゃない？いると思うよ、多分。別に異次元しか愛せないっていう方もいるかな。いると思うよ、別に全然。ほんとね。まあそういうのあるかもしれない。南川さんは何派ですか？どういうこと？オナホをするときは何、おかずは何が
使用率。いやでもやっぱりネット動画よね今やったら、まあ、結構俺もちょっとねビデオとかビデオで買ったりしますね。そういうのでここでさなんか VR あったじゃないですか。あれで DMM のやつもらったじゃないですか。あれから俺の20本ぐらい使ってるけど。早い子さんが。あれから。でもね、VR の方はまだあんまりそこまで見れてないですよ。普通に動画見てるっていうか。普通に動画で VR の方もあ VR でたまに10円キャンペーンとかで買って10円キャンペーンやって。最近やりましたね。最近やったのよ。10円キャンペーンでバーって買ってさいっぱい買ってさ本当にありがたいなと思ったらこれ VR 作品やって。ああでも VR で見ようみたいな。せっかくなので。そうやらせていただきます。すいません。はい。ありがとうございます。これで紹介以上ですか、ね。以上でございます。はい。風の子にチンチン入れたらいいのかな好きで。あ、じゃあこれハルピさんね。ちょっと住所送ってください。はい、お願いします。じゃあ電話入りおめでとうございますよ。ということで今回の紹介以上です。こんな感じでソロライフあるあるを575にして送ってきてください。夜の場所のコーナーでした。トイズハート放送局。ここでトイズハートからのお知らせです。本日は先日発売されたばかりのマシロちゃんちの極ソフトな方をご紹介します。ふんわりもっちりずっと触っていたい柔らかさ、そんなまったり素材のホールができました。真っ白い純情無垢なマシロちゃんお手製のホールをぜひ体感してみてください。トロフアナ国産素材を 550g 使用したスローな特化能なホールが誕生しました。最初は低刺激ながらもだんだんと込み上げてくるような快感が特徴です。長く楽しめるスローでリッチな時間を体験してみてくださいね。マシロちゃんちの極ソフトなホは通販サイト様および全国のショップ様で発売中です。以上トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局。お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。こちらでもぜひお楽しみください。そして音声配信アプリのスタンド FM でもトイズハート放送局が聞けます。 YouTube 同様毎週月曜日12時から、最新回が更新されますのでバックグラウンド再生ができます。通勤通学のお供にもぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけでございます。なんかたまにここのトイズハートでなんかお笑いの話する時とかあるじゃないですか、はい、なんで俺トイズハート放送局でお笑い語ってんだよなっていう気持ちなんですよいいじゃないですかいいじゃないですか。いやいいやね、全然語るのはいいんだけれども、はい、なんかトイズハートさんに申し訳ないなという気持ちになるって、そういうことですよそういうことですよ。なんかもうちょっと色コーナーとか、そうなんか見て聞いてるそのね、やっぱ50代60代のねはい、あのお父さんたちがさ、やっぱちんちん握りしめて聞いてるわけだからそういう人がさ、一体俺のさお笑い談義をさ、いやもういいから早くねるちゃんにセクハラしろよって思ってるからそんなことをねるちゃんにセクハラだよって思ってると思うんですよね。あ、うん、毎回ね、お笑いの話ばっかりしてたらさすがにダメかもしれませんけど、たまにはいいかもしれませんね。まあまあまあね、たまにはね、うんうん、ということでよろしくお願いいたしますよ。はい、3月はどうしましょうね、この番組。でも4月の改編期みたいなのありますので、続くかどうかっていうのはまだ分からないと思うんですよね。まだ分からない、終わる可能性もある。どうしよう、終わんないでねえ、終わるで、あるよね、ありますよ。みんな応援して、もう終わった瞬間社長に会いに行くからね俺トイズハートの私もちょっとその時同行しますね、ご一緒させていただいて、お願いします。それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。